ヨガチェコンジャンゴンバータイポンです。それでは FIFA18 選手キャリア実況やっていきましょう。さあ2回目ですよ、パート2ということなんで、ベガルタ仙台戦ですね、やりましょうか。まあちょっと久保建英でね、試合の中でのゴールというのはまだ決めてないので、しっかりとちょっと決めていきたいと思います。はい、まずこのフォーメーションをちょっともう変えてほしい。本当に監督さん、フォーメーション変えてください。まあちょっとね、同じ日本のクラブ同士なんでね、ちょっとこれは負けられないね。前回ちょっと負けてしまったのでね、これは負けられない戦いがある。ここには負けられない戦いがここにはある。石川ってこれあれじゃん、引退しちゃったよね。きたー、なんだそのコロコロシュート、かわいい。ほらきたー、東誰俺東選手ちょっと存じ上げない、誰だけど、すげえ、なんか見たことある顔はしてるな。これはパスだ、いや、いいパス、ちょっと久保建英っぽいパス、いいよ、いいパスって出たもんね、今右上に。おー、待て、久保君怪我してなかった、今久保君が怪我してたぞ、今ちょっとやめてくれよ、怪我してんね、久保、怪我、えマジかよ、ちょっと怪我を治ってくれ、怪我をやな、もう怪我は嫌なんだ。いや、いいんだけど、パスが危ない、おー怖いな。うーん、パスサイド流していけ、これ無理、競り勝てるわけがない。おしおし、でも前も、よしよしよし、いいよ、お来たね、いや、いいパス、いや、まずいパスって言われちゃったよ。いやー、ちょっと前半でもう一点狙ってはいたけど、これはもう時間がないぞ。久保君怪我してるし、悪いタイミング、え、よし、パスつないで、無理か、いやー、もうダメだ、レーティングが上がっていかないな、これ変えられる可能性あるな、しかも前半で。頼むぞ、まだやりたい、 OKOKOK、 うわ、でもなんか足を今なんかグリグリ動かしてたな。ただうわー、まあ挑戦を続けるべき、まあ狙うのはいいことだよね、シュートを狙っていくのは。さあ来た来た、いや、いいゴール、ああ、いいゴールって入った手になってたよ、もう今いいシュートって言おうとしたの。多分これもうあとプレーが切れたら、多分久保建英ね、交代させられるから、ちょっとなるべくプレー切らないようにしていきたいけど。いやー、パス、そのパスは何ですか、久保ちゃんパスがちょっと乱れてるよ、落ち着いて、OKOK、ナイスナイス、来た、宇高ゴール、くそ、宇高ゴールならず。ちょっとなんかなんだかんだプレーが全然切れないな、もう72分までプレーが切れずに来ました。あー、これまずい、これまずい、あー、よかった、あー、よしプレーが切れてないぞ今のところ。久保ちゃんいいね、あ、いい、何この攻め、あー、捉えちゃった、ほい、あー、久保ちゃんくそ、久保ちゃん、めちゃめちゃいいシュートだったけど、たー、決められなかったな。あー、交代だ、いやー、よかったよ、でも普通によかった。さあ、シミュレートしてみましょう。あんなパスを出す前に前にいる味方を確認してほしい。ショートパスに問題がある。フリーの、そうだね、ちょっとパスに問題があった、この試合は。確かにパスに問題があったというか、まあパスする場所を見せてたね、俺が。え、待って3週間ちょっと待って、3週間って割とよって嘘でしょ、シミュレートだよ、ちょっと頼む、勝ってくれよ、せっかくマジかよ、情報最初の始まり割る、おーおーとか決めたの、あ、負けたマジか、始まり方割る、最悪だよ。
開幕間に合わずだよ。大会 MVP 久保だったの、もしかして。だとしたらちょっと面白いわ。え、アス上可能だって。ゴーサインが来てる。マジか。大会 MVP 本当に久保で合ってた？大丈夫？大会 MVP は久保になりました。ありがとうございます。初大会 MVP ゲットしました。選ばれてないということで、これもシミュレートですね。いやー、まあこういうこともあると。まあ、これは仕方ないね。ちょっと怪我しちゃったから2対2と勝てよ。まあ鹿島強いからな。でもよしよし、ちょっとトレーニングしよう。いやー、マジこんなことあんのか。最悪だな。ちょっとこれはもう早速カップを掲げてるところ見たかったのにさ。じゃあ次回は、あー大宮か。選ばれてない。ちょっと待って、マジでパート2にして、パート2にして今だいぶつまずいてるけど。おー、すごいな。 3対0って結構勝ったな。はい、まあ、練習していくしかないよね、とりあえず。あー、でも着々と能力上がっていってますね。さあ次のガンバ大阪戦はさすがに選ばれてるだろう。おお、来た、復帰。じゃあガンバ大阪戦強いからな。ガンバ大阪アウェイだね、アウェイ。まあ、白ユニで行こうか。大雨だって。大雨いいな。ちょっと大雨もなんか体験してみたい。よし、来ました。次はなんだこれ。次はこれ入れ口か。これ誰だ、入れ口かな。なんだ、次はなんだ、なんだ今の演出。うわー、ガンバ大阪。なんかガンバ大阪のこのユニフォームなんかいいな、結構好きだな俺。 J リーグのユニフォームでも結構かっこいいのあるよね。てか裏側は普通にやっぱなんか安定してかっこいいイメージなんだよね、ユニフォーム。ちょっとまだね、結構試合数はこなしているんですけどもね。なんだこのちょっと日本語下手な外国人みたいになった。試合数こなしてるけどまだちょっと久保くんでちゃんとね、あのゴールを奪えてないので、まあ、まだアシストも1回しかしてないしね、怪我するしで。ちょっと序盤の始まり方はあんまり良くなかったと。マジかよ。うわ、やっぱガンバ大阪強いな。この一発の攻めでしっかりと決めてくる。うわ、決められちゃったね。ちょっと速さが違うな。あぶねえ。チンチンにやれるとこだったよ。頑張ろう。遠藤は出てんの。何これ、ちょっとこういうクソみたいなミスありえねえんだけど。ちょっと流れが完璧に今悪いよ。負の流れが来てるよ。怪我から今負の流れが、負のオーラが出てる久保君から。これはまずい。早く脱却しないとこの展開を。これ強えな、マジで。なんかキレが違うんだけど、一人だけ。徳永オフサイか。まあしゃあないな。いや、このフォーメーションFC 時のこのフォーメーションがね、マジで俺的にちょっと全然合ってないわ。これ中盤に人が足りてなさすぎて、まずいパス。なんで久保くん。まあこう狙っていく姿勢っていうのはね、大切ですよね。来たか、ナイス。そっか、キーパー東口か。強えな、これ落とす。無理か。ちょっとさすがにきついか、ヘディングは競り勝てないな。身長もちょっとちっちゃいし。ナイス。追いつけ、クソ。いやー、これはもうしゃあないな。レッドカードの可能性ある、これ。もしかしたら大丈夫か。おお、大丈夫だった。遠藤うまいからな。ガチでうまいんだけど。ちょっと待って、めちゃうまいじゃん遠藤さん。激うまじゃん。ガンバ大阪強くね。まあ俺のミスも あるけど、一つは。うわ、あ、オンゴールなんだ一応。遠藤のかわいそうだな今。オンゴールではなかっただろう。いや、ちょっと後半切り替えて。まあ3点取るの難しいな。なんかすっごい攻めにくい。これ監督キャリアだったらね、フォーメーションガツガツ変えるんだけど、ちょっとやっぱこれに対応していかないといけないな。もうちょっとね、やっぱ俺のスタイルがパスを
中盤で危な、中盤に繋いでっていうやつが多いからな。ちょっと5バック的なのは全然慣れてないから、やめてやめてマジで。うーもうこんなディフェンダーいらないよ。よし空いてる、来た、長い、強、来た、諦めないよ諦めないよ諦めない。おいファウル、ピケピケ、おいおいマジか、長いの体の弱さが飛び出しちゃって。はい久保くん、やべえ久保くんのやべえシュート、やべえシュート見せつけちゃったよ。あー交代か、あのやべえシュートで。まあこれはなちょっと仕方なかったね、結構ボコボコにやられちゃいました。この5バックにちょっと慣れないと厳しいな。久保くんをトップ下に使ってほしいんだよ、まあ、ちょっとなんかボランチ的な位置にいるからな。まあちょっと練習して能力値上げていこう。とりあえずね69に なりましたね、早くも。あ次カップ戦、あ選ばれてない、じゃあシミュレートしちゃいましょう。カップ戦ね選ばれてないから、まあ、勝ってくれよちょっと。これはルヴァンカップ頼むよ、甲府めちゃめちゃ負けてるよ。おおギリギリ怖っ、うわく川崎強いよ。はいっていうことなんで、じゃあ次回はね川崎とちょっと強豪ですけどもちょっと頑張っていきたいと思います。はいそれではここまでご視聴ありがとうございます。この動画が良かったと思ったらグッドボタン、まだチャンネル登録しない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた次回の FIFA18 選手キャリア実況でお会いしましょう。グッバイ、さよなら、パイオニア。